んにちは。9月の16日、火曜日の日替わり竹部でございます。さて、3連休明けというところでの東京外為市場でございましたが、今日はちょっと象徴的なという形で、このドルのが高く買えるのか安く買えるのか、この辺の展開の流れの中でというところで、ちょっと象徴的に1ドル紙幣をちょっと持ってきたんでございますが、この1ドル紙幣、要はスポットレートという言い方、時期モノレートでございますけれども、継続して、107円を買わないと買えないよというところでの水準で展開しているというところでございます。ちょっと言い回し変だったかもしれませんが、現在夕刻でございますが、1ドル107円の大体30銭台ぐらいでしょうかね、そうした水準の中で動いているというところでございます。さて、で本日でございますけれども、週明けというか、連休明けという言い方なんでしょうかね、FX 取引はこれ通常取引ではございましたけれども、おおむね107円台が割れると買ってくるよというような、輸入企業を中心としたドル買い円売り圧力が継続して強いというところでございます。本日においてもちょっと中値を過ぎたくらいからでしょうかね、輸出企業を中心とした、もしくはちょっとドルロング円ショートポジションずっと持ちっぱなしのと向きが107円台50銭なかなか、オプション水準もあるというような観測ございますけれども、この水準なかなか超えないというところで一旦ポジションをちょっと出したというところ、そして輸入企業も相まってという動きなんですが、やはり今までの動きの中からずっと上昇してきた中では焦燥組というんでしょうかね、ちょっとまずいな、手当てしなくちゃいけないなというような、向きがやはり、106円台半ばから後半とこういうところでドルが意欲を示している流れの中で、107円台が割れてくると、買ってきたというような指摘観測が聞こえてくるところでございます。そして本日でございますけれども、これもちょっと今更なのかもしれませんが、大阪のホテルにおいてでございます。黒田日銀総裁、以前でございます、先週でしょうかね、9月の11日でございましたけれども、安倍黒ランチ会談以降、いろいろな媒体でもメディアでも、黒田日銀総裁、躊躇なく緩和姿勢をするんだと、目標に達しなければというような、これ正し書きというか、これ今までと同じことをずっとおっしゃっているわけでございますけれども、マーケット、そうしたところの動きというのをやはり意識してというところで、やはりドル買い円売りが持ち込まれてと、そうしたところでやはり本日からでございますけれどもね、米国の FOMC が始まります。明日にございますけれども、 FOMC これ深夜3時でございますけれども、その時の改めてフォワードガイダンスという言い方になりますけれども、今までのテーパリング、いろんな慎重な姿勢を少し後退させるんじゃないかというところで、日米金利格差が改めてまた強まるんじゃないのというの思惑がですね、やはりそうしたところでもドル買い円売りのムードというんでしょうかね、下支えをしているというような指摘観測が聞こえてくるところでございます。さて、そこででございます。今回の日替わり竹部、ドル円心理は女かっこ男心の秋の空かと、女心の秋の空、もしくは男心の秋の空、どっちでもいいんですが、どちらかというと、これは恋愛においての言い方なんでしょうかね、そういったところでよく言われておりますが、何を申し上げたいかと、先ほど申し上げた通り、ドル円センチメントにおいてはドル高円安というようなトレンド、短期トレンドが非常に強まっている流れである一方で、こちらは東京金融取引所クリック365のデータを見ると、回避率が大きく上昇したわけでもないけども下降したわけでもないと、これ下の段でございますけども、回避率がうかがえるところでございます。やはりですね、これ、FOMC も意識してなのかもしれませんが、冷静な FX 投資家の皆様方、わっしょいわっしょいというような動きでのドル円の上昇は置いといてという言い方なんでしょうかね、上がったところではもちろん売るけで売って、下がったところでは買うけれども、じゃあずっと持続して一緒になって買っていくんだ、逆張りだ順張りだ、わっしょいわっしょいというような感じではないと、非常に冷静にですね、秋の空のごとく、もしくはここ最近でございますが、ゲリラ豪雨、急激に天候が変化しますけれども、そうしたところを身構えてという言い方なんでしょうか、非常に冷静な売買心理動向が伺えるところでございます。そうした意味ではですね、ちょっと最近という言い方ですると、一昨年ぐらいからでしょうかね、勝手に私が申し上げるならば、安倍チルドレン、
アベノミクスチルドレンというんでしょうかね、そうした投資家の皆様方、もしくは、リーマンショック経験派の皆様方、それぞれですね、相応に大相場、大相場を経験していらっしゃるのかと思いますけども、マーケットのセンチメントは、まあ、認識しつつもですね、投資余力もこちらの方も十分蓄えつつも、まあ、経験には動いていないという言い方がちょっと見て取れるのかなと。逆に言うと、107円オーバーになってくると、そろそろ何らかの形で牽制が入るんじゃないか、もしくは円安のデメリットだってあるんじゃないのかというような冷静なですね、ファンダメンタルズの分析、まあ、ちょっと今テクニカル的なリーマンショック以降の、以前の水準に戻ってきているというところもあろうかと思いますが、やはりですね、慎重な順張り姿勢が見られるというところでございます。そうなりますと、今週でございますけども、やはり FOMC もしくは展示点になりますけども、スコットランドにおいて、ちょっと独立も、の住民投票問題などがございます。まあ、ポンド安のドル高になってくるのか、もしくはポンドが買い戻されてまた、ドル安になってくるのか、そういったものがドル円相場に影響してくるのかどうかというところも冷静に見てらっしゃるのかなと。これはちょっとうがった見方すぎるのかもしれませんが、いずれにしてもですね、非常に冷静に見てらっしゃるというところが感じ取れるところでございます。さて、そうなりますと、この、ドルの行方というのがですね、まあ、継続して測られるところでございますの、現状は改めてでございます。107円割れてくると買ってくる方々がいる、そして107円の50銭水準にの、まあ、オプション水準というんでしょうかね、この水準も意識してという言い方での、まあ、少し横ばい展開というような形になりますと、ちょっと明日、まあ、明日というか、もう厳密には明後日という言い方の方が分かりやすいのかもしれませんが、やはり FOMC まではちょっと身動きが取れないというところは実際の心理状態なのかなというふうにして感じております。さて、本日、まあ、週明け、まあ、連休で、お休みいただきましたけれども、本日のテーマ、覚えたい外為金融用語と、まあ、特に、こういう言い方をすると失礼かもしれませんが、特に FX ビギナーの方々にお届けしたいという言い方になりますけれども、ドル高円安ってなんだというタイトルでございます。で、結局は円が高くなった安くなった、分かったような分かんないようなというふうにして、やはりビギナーの方々まだなんとなく分かってるんだけどもよく分かんないんだよなというような声も実はこっそりでございますが聞こえてくるところでございます。で、以前、このコーナーで、本日のテーマのコーナーで、ちょっとご案内させていただいた記憶なんですけども、ドル円相場であって円ドル相場ではございませんよというふうにして申し上げた記憶がございます。1ドルが何円だという言い方だからこそドル円なんですと、円ドルという言い方をすると、私は新人の頃に、某銀行さんから新人の頃に円ドルいくらだと言われて、オウム返しでディーリングルームで叫んだら、円ドルって竹部言ったのか本当にっていう言い方で、それの後でふって気づいたんですが、気づいたというか、いろいろコーチングをその後指導を受けたんですけども、円ドルという言い方になりますと、やはり1円何ドルなのっていうような計算式になってくる、もしくは100円何ドルなのというような計算式になってきますので、厳密にはやはりドル高円安というような言い方、もしくは1ドルいくらなんだというような基軸ベースに合わせた評価レートで変わってくるというところでございます。この車いくらなのという言い方、もしくはこの絵はいくらなの、この洋服はいくらなのっていう言い方で例えると分かりやすいのかもしれません。ですから2007年は1ドル120円だったのが、2011年にはまあ、おおよそでございますが1ドル80円になった、要は1ドル120円出さないと買えなかったのが、その当時は80円で買うことができたねと、要は円が強くなった、円高だったという ところでございますが、アベノミクス、そして現在の足元においては1ドルは、ちょっと変なややこしい言い方になりますが、107円出さないと買えなくなったよという言い方です。要は円が弱くなったねと、円安ですという言い方でございますね。まあ、ドル強、ドル強円弱という言い方でもいいのかもしれませんが、ドルが強くなった、円が弱くなったという言い方でございます。それが翻ってドル高円安ですという言い方です。で、これがまだようわからんぞと、竹部何を言ってるんだというような皆様方も一部の方にはいらっしゃるかと思いますので、ちょっと右側のところでございますが、リンゴとみかんでちょっと例えさせていただきました。米ドルをリンゴとして例えた場合に、まあまあ可愛いクマさんの竹部だというふうにして思っていただければと思います。森の市場で1ドルちょうだい、1リンゴちょうだいと、4つのみかんをあげるからというふうにして交換していたのが、今まではそれが
1ドル、失礼、1リンゴが2つのみかんで買えることになったと、みかんの価値が上がったね、みかん高だと、こういう言い方で、ご理解していただけるかと思いますが、ここ最近になって1リンゴ、1つのリンゴを買うにはみかん3つ出さないと交換してくれなくなっちゃったと、みかん安だねというような言い方、まあ、ちょっとややこしいかもしれませんがですね、ドル円相場というところではどうしてもドルに対しての対円というような評価レートの仕方になってくるかと思いますが、他のものにちょっと置き換えていただければ意外と分かりやすいのかなと。そうなりますとこれをちょっと転じてでございます。ユーロ安 OG 高だとか、ポンド安ユーロポンド安ユーロ高だとか、いろんな言い方でややこしいなと思うかもしれませんが、実はベースを基軸として、ベースの通貨を基軸がいくらになっているのかというふうにして冷静に考えれば意外とシンプルに分かりやすいのではないかなというふうにして感じた次第でございます。ここ最近ですね、ちょっと冷え込んできているところでございます。マーケットのもちょっと横ばい停滞になっているようなムードありますが、いつまた熱くなってくる、盛り上がってくるかも分かりませんので、リスク管理の方は十分ですねご留意していただいてお取り組みいただければと思います。以上、9月の16日火曜日の日替わり竹部でございました。